モス見てください。トモスです。まずもう固着して逆に曲がらない、もうエンジンも曲がらないんで、もうめんどくさいんでシリンダー外します。で調べたらこれ11ミリ、さすが外車です、11ミリ。ただアクセスしやすいのはいいですね。じゃあ開けていきましょう。4箇所ですよね。はい、舐めたらちょっと危ぶす。お、いけますよ、全然いけますよ。最後です。あっとかやめて、もうすでに舐めてるとかやめ、あれ、あ、これ開けたっけ、ここ。じゃあ、はい、じゃあ行きます。はい、動いてます。お、イメージ出てきました。はいですね、錆びてるんですよ、要は錆びてるんですよ、これ。うわ、だから固着して。よし、出てこい。来ました、出てきた、出てこい。よし、え、あ、これがシリンダーヘッドなんですね。もう一丁頑張るだからね。これめっちゃ固着してんじゃない？大丈夫これ？あ、これここを外さんの無理やね。きつい。入んないっす。そっちからかな、やっぱり。ここのビスでインマニ取りたいんですけど、ちょっと作業スペース難しいんで、もうここキャブとこのインマニ用の根元から外して取る作戦に切り替えたいと思います。あ、めっちゃ簡単に回る。え、何これ、めっちゃ緩いねんけど。ちゃいました、これ私潰しました。え、なんで潰したんですか。もうギードつきました。ドツイでフィン壊しました。長っ。え、どっちにしろキャブも、何これ、キャブも外さなかった。え、下にもついてる、何これ。下は、下ないか、下ないですね。これは、これ何、これ、これ、こいつ、あ、こいつもいません。え、どういうこと、これ普通に取れるんですかね。ここだけ、これ単なる目印ですか、切り目の。あ、ですね、取れました、ね、で、これを引っ張り抜くってこと。引っ張り抜く、どうなんやろ、どういうこと。なんか、この筒ですか。はい、あ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 、できましたね。とにかく取るしかない、これは。はい、はい、これ取っといてくださいよ。組み方ありますからね、多分。なんかでも引っかかってます、なんかが。なんか取れないです。あ、パッキンありますね。このパッキンも使いたいです。え、なんかなんでこんな曲がってんの？ね、途中で。あ、なんかこれを。あ、ほら、見てほら。来た。このアクセルをひねることによって飛び出してきました。はい、見事にパッキンが割れました。見事にパッキンが割れました。まあでもこれはどういうこと。どういうことこれ。なんか見たことがないタイプの、あ、あら。どうやってくっついてたかわからなくなってもうた。まっ、はい、サービスマニュアル的なんがないのに。しかもここほら、なんかひび割れてます。あ、あ、あ、まあでもこれはまあね、あれですね、ここですね。ここ分かんないです。まあこうじゃないですか、はい、でこれが、あ、これ、ん、
どうなってんの。あ、なんかでも綺麗ですね。パッとここから見た景色は。ほんで、ほんで、ほんで、あと、あと何が、あ、これも抜ける感じですか。あ、これね、あ、これあ、まずこれ、はい、はい、うわ、水めっちゃ出てきてる。うわ、油まり、油がすごいね。で、まあ、これはいいじゃないですか。こいつが何、ね、な、なんなん、なんでこんな固まってんの。あ、なんか動くけど、ちょっと待って、こっちと、もうあんま外したくないね。あ、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 ガソリンですかね、これ。ガソリン。まあ、じゃあこれ。ほら、これ、ほら。あ、もうまずそれ。で、これでアクセルやったらカチンと外れんすよね。うん、で、こいつを。え、全然動かへんで。あ、うん。あ、こ、ん？これ？ですね。でも、あ、これね。あ、来た来た来た、はい、はい、摘出完了。今日あの、僕あのホテルのディナーパーティーやるんですよこんなんしてる場合ちゃうんすけど、ただもうカトカさんみたいにフィンを壊すわけにはいかないんで、あの、なんとかですね、このまま。でもこれ厳しくない？ビクともしてないよ。行きます。よし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 、来てるよ来てるよ。はい、ちょっとこっち貸して、来てるね。あんまやったら危ないよね。そうですね、壊しますね。壊しますね、これね。誰かみたいな曲がったりとかね、はい、はい、マフラー外しました。外してない。そりゃ無理やマフラーや全然緩いです。あ、また裏つままないといけませんか。はい、ここ見てください、ほら取れた。一応面倒くさいんでこっちから使います。いきます。お、お、来た、来てますね。でもこれさっき来たとこか、ここは、はい、だから先は来てないのか。あ、お、ん、あ、来た。ここで、はい、当たりました。当たりました。ここ。もういいとこまで来てるんですけど。これ、これが邪魔っす。これ邪魔っす。でもこれやったらガソリンダーッていくでしょ。マニ取ります？これやと工具入る。あ、ほんまっすね。マニ取りましょう。あ、あ、きつい。そら結構降りひんもんね。2人の作業で来てます。このままお願いします。もういけますよ、もういけます。あの、出る方向の方に。これも、あ、来てます来てます来てます。もう来ます、もう来ます。出てきてる出てきてる出てきてる。光がちょっと見えてきた。もうちょいピストンリングがな、問題は。やっぱ懸念してた、やっぱこれ外さなダメですわ。1本だけですか。いや、下もこれを外さんことには。いきますよ、はい、一番いいとこ、はい、カチカチやこれケーブル、はい、いきますよ、はい、おっしゃ、来た、はい、はい、確認します。中は、汚れてる部分とかはあるんですが、基本的には焼いてないです。錆はあるけど焼いてないです。シリンダー大丈夫です。シリンダー OK。 こことかちょっとね、あの、綺麗にしてあげたら、はい、シリンダー OK で、ピストンはこれピストンリング2枚ありますね。結構ちゃんとしたピストンリングですね。で、これが、あ、動くやん。
ほらやっぱ、あ、動きます動きます、はい、お、すごい動きますね、はい、クランクは生きてますね。だこれでだからまああのちゃんと清掃して綺麗にもう一回この辺綺麗にして組み直せば錆取ってね、でここも要 OH すれば、だこういうところになんかゴミみたいなのが入ってんのはなんでなんやろうねこれね。汚い。いけましたいけました。うわ頭すごいですね。ほらほらこのこの感じは。ほらくちゃくちゃゴミが。やりましたってことはシリンダーをもう一回組み直せばいけるってことですね。よかったこれこれだけもう一回ちょっとでください。ほら動きます動きます動きます。おお、トモスレストアその3、ほんまにカトカさんと2人でむちゃくちゃ奮闘してですね、なんとかシリンダーを外してピストンが動くことを確認しました。お楽しみください。ちょっと僕本番行かないといけないんで終わります。終わりです。